はいさい、こんにちは、チャンプルーです。時間からいきますね。日本は午後3時3分、お昼ね、ちょっと過ぎたところ、まあおやつの時間ですね。ここカリフォルニアが、午後の11時3分ということで、まあもうそろそろお休みの時間かなみたいな感じなんですが、日付いきますね。日付がですね、6月の日本が14日、日曜日、こっちが13日の土曜日っていうところです。皆さんからコメント5つぐらいでしたかね、いただいてます。どうもありがとうございます。ちょっとコメントをね、紹介したいなとかって思いますね。本当どうもありがとうございます。もう励みになります。超ありがたいです。もう嬉しいですね。本当嬉しいです。ありがとうございます。今日いただいてるコメントですね。おはようございます。梅雨らしい梅雨ですよ。こちらは3日連続雨です。今日もありがとうございます。ということで、本当どうもありがとうございます。梅雨ですか。そうですか。まあね、あの雨の音を聞きながらね、昼寝とか気持ちいいっすよね。ほんと恵み、日本はね、ほんと水に恵まれてね、緑はすげえグリーングリーンしてますし、素晴らしいですよね。アイダホとかに3ヶ月ぐらい住んでたことがあるんですが、まあ今ね、あのシアトルっていうところが結構かなりね、問題になってまして、コメントでも2回ぐらいシアトルで大変になってます、なってるみたいですねっていうことでコメントいただいてます。ありがとうございます。そうですね、あのまあ砂漠気候ですね、あのそのアイダホとかそういうところ、こう一面がこうやっぱ雨が降らないので、ワシントンもそうなんですが、灰色の世界になっちゃいますね。まあこういう感じの色ですね。グリーンがなくて、こう畑なんかも麦とかね、あの収穫の時10月ぐらいになると、こういう感じの色に、山もそういう感じで殺伐としてるっていうか、ちょっとこう圧迫感を感じるっていう色でしたね。まあ日本のね、豊富な水、美味しい水ね、山をきれいにしてくれるグリーン、いいっすよね。まあね、そういう形で、いろいろね。確かにね、一般的には結構本当梅雨って言うと、って何がちですね。自分もそうでしたね。今でもそうなんですけど、でもこうなるべく小さい、ああ雨が降ったら魚が増えるとか、空気がきれいになるとかみたいな感じで、ね、小さいこういいところをこうつまむことができたら楽しくなるかもしんないですね。ありがとうございます。コメント本当気を使っていただいて、本当ありがとうございますね。カリフォルニアの確かにこう晴れ晴れとしてる、憧れますね。ぜひあのカリフォルニア、あなたのものですから、世界中はあなたのものなんで、ぜひ遊びに来てください、ということですね。コメントありがとうございます。もう一つ来てましたね。おはようございます、シアトルはどうなんですかっていうコメントいただいてますね。ありがとうございます。
ちょっとまた後でこの話に行かせていただきたいと思いますね。あとどこだったっけ、こっちだったっけ、この間ラフォヤでのやつは、そのデモは何を主張してたんですかっていうことなんですが、ジョージ・フロイトさんっていう方が、黒人さんが亡くなられて、そのことに関して皆さんね、ブラックマターとかって言って、黒人の生活を認めろみたいな、認めろっていうか、人種差別をなくせみたいな感じのデモですね、今も。そのアメリカだけじゃなくて全世界までこう広がっちゃってるっていう感じですよね。すいません、もうちょっと行ってみたいと思いますね、コメント。コメントありがとうございました。コメントありがとうございます。おはようございます。ラジオ体操第一のみで続けるのがコツですねありがとうございます第二が難しくてできないっていうだけなんですけどそんなことないか自分結構トライしてみたんですけど、ちょっと難しいですね。まあでもいつかな、またチャレンジして第二もできるようにしたいなとかって思います。ちょっとね、簡単なことをこう続けるっていうのはやっぱり大切ですね。全くおっしゃる通りだと思います。以下老文ですね。すいませんね、ちょっとなんか鼻水が出てくるのはおかしいな、ちょっと風邪気味かな。まあコメントどうも本当はありがとうございますね。コツコツですね。あ、全くいかろうもんですね。少しずつがいいですね。はっとその通りだと思いますね。ありがとうございます。もう本当ありがとうございます。やっぱりこう小さいことをね続けていくと、これがでっかいものにつながってくるっていうことだと思いますね。小さいこと本当大切だと思いますね。本当どうもありがとうございます、ね、こっちにもありますね親父曲が分かっちゃうっていうやつですね気持ちの持ちようですねっていうことですね。いいかろうもです。ありがとうございますまあね、シアトル大変なことになってますよねっていうことですね。まあありがとうございますっていうことで、本当ありがとうございますね。コメントありがとうございます。もう本当嬉しいですね。もう本当励まされてます。ありがとうございます。もういつもねコメントいただきましたありがとうございます。でシアトルなんですが、まあ一般的にニュースでもね、やっぱり人種差別ってパーイみたいな感じの表向きで、こう裏にはね政治的なことが、アンティファとか、まあ中には中国の勢力じゃないかとかって言われる方もいますしね。またなんとかね、他の大金持ちがねお金を出してそういうことをこう誘発させてるっていう風な言い方もしますね。ただすいません、自分にとってはこうよくわからないですね。すいません、どういう状態なのかっていうのもわからない。ただこの間のデモに関しても、そのデモのところはね、ちょっと今はこう平和にっていう形のことをこうがなんか思うなような気がしますね。でそこを離れると、まあ集団心理じゃないんですけど、すいませんね、集団心理じゃないんですけど、集団になるとなんかみんなこうね、まあもちろんこう本当わからないんですけど、政治的なね、そこには企みもあるのかっていうのは、すいません、私にはちょっと
はっきりわからないっていう感じですね。ただ世界中がね、こうコロちゃんをはじめ、もうこのコロちゃん自身もね、この2020年っていうこのね年がかなりこう激変の時代じゃないかって、ずっとこうなんかいろんな都市伝説やらいろんな形で言われてますね。でテレビ、ラジオ、新聞を見てもこういいニュースを探すっていうのがかなり難しいですよね。そうするとこう心のバランスもそこにずっと引っ張られていっちゃったな、なんかすっきりしないですよね。こうなんかね、コロちゃん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 みたいな感じでね、あー危険危険、危ない危ない危ないみたいな、なんかそんな感じですね。そういう時にこう心のバランスを取るっていうのがこうかなり大切かなとかって思うんですけど、もう自分もね、あのなるべく大きいニュースをこう掴みたいみたいな感じなんですけどね、その小さいニュースをねたくさん集める、いいニュースっていうんですかね、いいニュースをこうたくさん集めると少しバランスが取れやすくなるんじゃないのかなとかって思いますね。今日ちょっとね黄色い花が咲いてましたねとか、で今日ああ美味しいあれがね、まあ自分は夜はチキンを食べて、昼間はちょっとあの友達と会いまして、元のあのスタッフの方、まあ嫁でしたけども、会いまして、で一緒に食事していろんなまたおしゃべりをすることができて大変良かったっていうやつですね。だからもう本当に小さいものをこう見つける、なんか誰かがそういえば一日になんか指の数だけいいニュースを探すと人っていうのは幸せになる、いいことでしたかね。まあそういうものを探すとなんか人って幸せになるんじゃないのみたいな、できれば10個多い方が、まあいいに越したこともないかもしれないんですけど、まあそういうふうにこう自分で言って自分で考えてみると、行動してないですね私は行動してないですよね。まあ本当ね、今振り返ってみると、あそういえばね、ふと思い出しました。皆さん日記書いてますか、日記書いてますか、これはある人に教えてもらったんですけど、日記は嫌なことを一切書かないっていうやり方をしてる人で、でいいことだけを書くらしいんですね。楽しかったこととかいいことだけを書く。でそうするとね、その日記を見るのが楽しいらしいんですね。でまた書きたくなるっていう。だからこれいい話だなって自分は結局やってないんですけどすいませんでもこれからちょっとね心がけてみたいなとかって思いますね。あいいことを書く、まあいいことを書くっていうことであれば、まあ日記じゃないんですけどね、自分のメンテナンスっていうか、ね、全ての人はすでに天才だし、すでに世界一だし、すでに主人公だしね、それぞれが奇跡的な存在だし、ね、全世界のお金とか地位とか名誉とか、ね、富とか土地とか全て価値があるものよりもそれぞれの人生が素晴らしいんだみたいなことを書いてますね。あ、書いてますね、書いてます書いてます書いてます。まあね、毎日じゃないんですけど、まあ、日記でもないんですけどね、確かに書いてますね。5個ぐらい、あもっと書いてるのかな。ね、愛っていうのはこう人の幸せを願うことなんだとかね、勝手にあちこちからこう拾ってきて、確かに書いてますね。でも毎日じゃないですけどね毎日、最近は毎日じゃないですね。苦しい時には毎日書いてましたね、自己分析してみたりね。まあそんな感じですかね。まあそういうところでチャンプルーでした。小さいニュースね、
探してみるのはいかがでしょうか。ということで、また野菜ピューポッポッポッ。